ん、26歳。ほら勝手に黒板つかむなよ。いいよいいよ。この女性が大田区大森の自宅内で何者かに襲われました。どうでもいいんだよそんなこと。それで先生、頭を殴られた磯谷岡野さんは一命を取り留めましたが、いけるいける、まだ昏睡状態が続いており、生死の境を境えています。いや、いいところまで行ったんですけどね。残念。テイク4。頭を殴られた磯谷岡野さんは一命を取り留めましたが、まだ生死の境、違う、やばいやばい、うん、なんじゃこりゃ。そしてこちら、壁6面に吸音材を取り付けた無教室だ。ここで工業製品の動作音測定や音響機器の周波数特性などを研究している。あるんだこれ。怖えなこの部屋。何が起こった？音楽が聞こえます。確かこれはモーツァルトの。半歩右へ半歩耳、ごめんごめん、はい、通過NG 映ってる。吉高さんがっかりしちゃったけどちゃんと使いましたよ。続いては青井優さん。僕は殺人事件の捜査には全く興味がない。僕が知りたいのは、どうやったら駒田さんが亡くなった時あなたがここにいてこの写真を撮影できたのかということだけだ。それが知りたいだけです。録音していいかしら。面白いことになりそう。どうぞ。警察に協力しながら捜査には全く興味がないと言い切る物理逆者じゃん。ごめんなさい。逆者さん。かわいい、ね、逆者さん。逆者さん。マシャちゃん、ごめんなさい。ごめんなさいというのがアドリブ入っちゃうと思った。さすが舞台中で可愛いから許しちゃいましょう。まだまだあります。ドラマガリレオの未公開ハプニング。この浄水器のフィルターを一番最近交換したのはいつか。まずはこちら。ここに引っ越してきた時だと思うけど。1年前か。1年。それが何か。そろそろ交換した方がいい。古いフィルターはかえって有害だというデータもある。この家は売るわ。一人で住むには大きすぎるし、それにあんなことがあってもうここにはいられない。その水を使うのか。え？